ゆっくり近づこうか早く近づこうが虫は逃げる。お、あ、さっきのお兄さんでお姉さんか。お、なんか井戸端会議しよりやん。何よあんた、盗み聞きしようったってそうはいかないよ。ほんと最近の若い子は盗み聞きでさえ変に堂々としちゃってさ。普通に話しかけただけなのに、なんか超怒られたわ。あ、ここにも。果てのビーチの魔物、誰か退治して。果ての牧場どこいう。何それ、果てのビーチってどこにあるんしかも。とりあえずなんかさっき走り寄った子供がさ、あれ走り寄った子供がさ、なんかあの、ミニチャレンジかなんか、マークついてなかった？あれ？別の子供かな？あ、こっちの子供？あれ？違うな。え、子供まだ走り寄る？あ、この人？果ての牧場の。あんたは、旅の途中かな？トンプー邸にはもう泊まった？まだ泊まってない。宿を利用しないってことはまさか、この果ての村に住みちゃいちゃうなんて思ってないよな。どうしようかな。なんかすげえ嫌そうな顔してるけど。それはちょっと受け入れがたいな。なぜなら恋のライバルが増え。いやー、なんでもないなんでもない。あ、もしかしてトンプー邸のその何、美人のカウンターの人？この村は平和だけど、外はまだまだ物騒らしいな。だからこそこうして俺が月見さんによるよそ者。じゃなくて、村の平和を目指すよそ者が入ってこないように警備してるってわけよ。大変ですね。その通りよ。こう見えても意外と大変よ。そんなことよりあんた、月見さんとはもう会ったか？まあ会ったって構わないが、年下の可愛い少年アピールはほどほどにな。ああ、それにしても悩ましい。我が愛しの人に何を送るべきか。お、なるほど、それがミニチャレンジというわけ？ところでさ、トンプー邸の月見さんを喜ばせるには何を送ったらいいと思う？会ったことないって言ってるのにそれを聞くかね。俺がってことじゃないんだ。友達の友達に相談されて困っちゃってさ。友達の友達ってめっちゃ遠いな。もう自分の友達ではないやん。お、愛しの人が望むもの。始まったのこれ。え、始まったの。晩作の友達の友達はトンプー邸の店主、月見の気を引きたくて仕方がないようだ。月見の好きなものを彼女に話して何とか聞き出せないだろうか。あ、なるほどね。直接聞きに行くっていう感じ。はいはい、月見邸。月見邸？トンプー邸やわ。月見さん、あ、この人？あ、なるほど。美人さんなんかもよくわからんけど。こんにちは。トンプー邸へようこそおいでくださいました。普通のベッドなら20ルピー。ふかふかベッドなら40ルピーです。いや、違うんだ。かしこまりました。またのご賞お待ちしております。あ、カウンター越しじゃいかんってことかな？お客様？私に何か。好きなものは？なんなの？いきなり。こういう時は適当に答えちゃう。私が好きなのはバッ。それは、適当すぎだろ。頑張りバッと100匹に囲まれて暮らすのが夢でございます。なわけない、なわけないよね。チャレンジ更新になりましたけど。お疲れ様。お気遣いありがとうございます。宿をご利用の際はカウンター越しにお話しくださいませ。なんかあれやね、多分この人さ、自分がモテるってことを自覚しとるよ。あ、広い、ここ。なんかね、この人ね、自分がモテてるのね、自覚しとって、ああ、またこういうめんどくさいお客さんが来たわ、とか思いよる。そういうタイプやろ。頑張りバッと100匹捕まえろってこと？絶対嫌なんやけど。てか、どうやって捕まえるのあれ。あれっていうか、私バッタ見たことないんやけど。読めんのか、これ。頑張りバッタ100匹。とりあえず。月見は100匹の頑張りバッタに囲まれて暮らすのを夢見ているとのこと、満足に教えてあげるだけでいいんかな。いや、でもその後絶対依頼してくるやろ。頼むよみたいな。どうした？モテそうな若者よ。あ、モテそう、ありがとう。なんかよ、聞いてきたよ。え、月見さんが欲しがってるものを本人に聞いてきてくれたの？おっと、あまり興奮しすぎると知りたがってるのが俺だってことバレちゃうの。バレてるよ。友達の友達に教えてあげなきゃ。月見さんの欲しがってるものってなんだ？頑張りバッタ100匹です。頑張りバッタを100匹？そうそう、そういう謎めいたところも月見さんの魅力なんだよ。やめなよ、本当にバッタ100匹も送ったら多分ただの嫌がらせだから。
って友達の友達は言ってるらしいぞ。興奮しすぎて危ねえ危ねえ。でも頑張りバットを100匹集めるのは愛しい人のためとはいえきつそうだな。そうだ、あんた手伝ってやれよ。結構虫とか取ってきた方だろ。一匹も取ってねえや。そうだな、とりあえず10匹集めてくれ。お礼を弾むからさ、俺の友達の友達のためによろしくな。あ、あとの90匹は自分で頑張るの。なるほどね。んで、何どうやってやればいいの。月見が100匹の頑張りバッターに囲まれて暮らすのを夢見ていることが分かり、満足からバッター集めを手伝ってほしいと頼まれた。とりあえず頑張りバッターを10匹集めて満足のところに持っていこう。あれかな、なんか道具屋とかでさ、あ、何これ。あ、木のお玉ね。あ、料理できることこ2箇所もあるやん。これはちょっとあれだね。何を拾うの。あ、お玉。これはちょっと、こういうとこやったら多分トカゲとかでもいけるんじゃないかな。ゴーゴートカゲ。あ、私ホタルは捕まえとんか。ってことはバッタも普通に捕まえれるってこと。ゴーゴートカゲ、魔物素材と煮込む。魔物素材と煮込むってことはこの辺のあれどこ、あのこれこれケースの羽とかでいいんじゃない。虫と一緒にに、虫？虫じゃない。ちょっと待って。あ、違う、素材ポーチ並べ替えたら何順になったの？ちょっと持つのをやめる。で、やめて、なんだこれ何？あ、なんか、並んだね。移動速度。ハートの最大値。あ、こっちの方がいいんかな？マックストカゲ。手に持つ。この辺？虫じゃないんやけどな。ゴーゴートカゲとか、トカゲは虫の一種にしたんでいいの？じゃあちょっと別の。あ、リザイホスの角はあれ、売るだけなんも。魔物素材この辺でいいんやない。はい。適当かな。じゃあこれで。あ、違う。こっち側に来た方がいいってことか。はい、入れ。これで入れれるの？はい。あー、待って。あー、トカゲや。逃げましたけど。なんか、松明持っとるし、私手に。何？私の入れ方が下手くそってこと？私の入れ方が下手くそってこと？手に持つ。あ、これで、あ、違うわ。いや、遠すぎやろ。これじゃダメなんだな。ここいける。はい。ダメじゃねえか。料理もまともにできない。手に持って、トカゲどこ行った。あ、おった。あれかな、料理をするみたいな選択肢はないんすか。あの、はい、はあ、くそ、やっぱダメじゃねえか。どういうこと？私はどうやらすごく下手くそみたいだ。普通にあれ俺、あ、びっくりした、親じゃないよね別に。あれかな、なんか、よいしょ。あ、間違えた。こんなとこで呼んでもエポナには聞こえないよ。普通にさ、焚き火とかの方がいいんかな、私は。ボーって燃えれば多分、トカゲだって逃げれんやろ。っていう、ちょっと怖いことを。で、バッタってどこにおるの？その辺飛び寄る？
バッタバッタ。私バッタ見たことないんやけど。あ、このゼルダの中でね。バッタってその辺飛び寄る？あ、こっちの火のところで。こっちの火のところでトカゲを燃やそう。鍋で料理がしたいんだけどな。お、キツネおるやん。これは、あ、降りてった、もしや。あ、くそ、山を降りていきやがった。し、よし、じゃあとりあえずここで手に持つ、手に持つ。これなら大丈夫やろ。はあ、ちょ逃げました。赤チュチュゼリー、ファイヤーチュチュにそっくりなプルプルした塊、常に熱を発生していて叩くと破裂して炎を発生する。それは何、武器になったってこと？よくわからんけどなんか変化した。武器ポーチいっぱいか。トカゲに逃げられたよ。トカゲ早いけんな、速攻で逃げてくよね。そして、あ、バッタじゃね、あれ、あれバッタや。そっと近づいて、やったー頑張りバッタ。餌を求めて丸一日跳ね続けるスタミナを持つ、通称頑張った。体内に蓄えられた滋養分は頑張りゲージを回復する薬の元となる。この辺にバッタおるな、初めて見たけど。10匹やろ、あと9匹やぞ。結構骨が折れそうな。10匹でも結構なもんやな。でもよく見ればいるもんだな。この辺で初めて出てきたってことかな。頑張った、頑張った。ん？おらんけども。走ったりとかしよ、あ、すいません、怪しいものじゃないんです。誰だ？こんな時間に怪しすぎるぞ。旅のものです。ん？よく見たら俺たちと同じハイリア人じゃねえか。ハイリア人に悪い奴はあんまりいねえ。騒ぎ立てて悪かった。もう行っていいぜ。旅の途中で寄ったんだろ？大体のもんならヨルジャレ揃うだろうし、宿屋なら奥にあるからよ。ありがとう。もう構えないでね、それ。ん？風が強くなってきた。あんまり風が強かったりとかしたらちょっと虫出てこんなるんやない。おーい、頑張ったやーい。雨降ってきたし。雨降ってきたし。くそ。まあ、あれかな、このチャレンジは。ん？このチャレンジは適当に、見つけた時に捕まえるぐらいの感じでいいかな。適当。てか、雨降ってきたらさ、バッタが飛び寄んだか、雨粒なんだかよくわからんくなるよね。とりあえずちょっと、へーい、リンゴ、リンゴ、は、よし、オッケーとか言いつつもやっぱりちょっと目を凝らして見てみたりとかしてしまうけど、おらんね。そっか、バッタにもそっと近づいていけば捕まえれるんだな。今なんか跳ねんかった？あ、跳ねてる、跳ねてる。ほらほらほら。頑張った。よし。くそ。なんてことだよ。せっかくの貴重な2匹目の頑張ったを。もうこの辺にちょいちょいおるっぽいね。ゆっくり近づこうか、早く近づこうが虫は逃げる。適当にこう走り寄ったりとかしたらさ、頑張って捕まるんじゃないボタンポチポチ押しながら。あ、でも村の中に追ってくれるのは結構いいね。何あれ、あ、鶏。でも多分ここ、あ、もしかしてあれか、あの、あれじゃない、
てか、今までさ、全然料理をしてこんかったけんのやけど、さっきのあの鍋ってさ、火ついとった？松明かなんかでもしかして火つけんといかんとかそういうことあります？わからんけど。どこやっけ？あ、あっちか、あれか。え、あれ？あ、あれやね。ほら、鍋に火ついてないよ。つけんといかんのやね、これ。違う？どうやってつけたらいいんやろ。とりあえず火をどっかから持ってこんといかんってことかな。火。あ、やっぱさっきの焚き火のとこってことかな。こうやって走りつつも、頑張ったがいないかを、チェックしなければ。その辺のさ、灯籠にちゃんと火が灯っといてくれたらいいのに。ね。こっちの方やった？なんかあの辺に、あれなかったっけ、火。え、何あれ。なんか馬入ってきたよ。あれ？え、これ。フォレッソンじゃないのね。トトマやった。誰？もしかしてお姉さんに服装チェックしてもらいたいとか？あ、そういうことじゃないのね。ごめんなさい。いいえ、大丈夫です。なんだ、フォレッソンかと思ったよ。フォレッソンって誰やねんって感じだけどね。頑張ったはいない。もしかしてこの雨でさ、焚き火の火消えたりとかしてます？さっきこの辺じゃなかったっけ？あれ違った？あ、ほら消えてるよ。なるほど、こういう火ってちゃんと消えるんやね。っていうちょっとなんか感動したけど、なるほど、ちゃんと消えるんや。ちゃんと消えられたら困るんやけど。ということは、一旦ちょっと休んで、あ、ここにもあるんやね。なるほど、近くにある。ということを把握したから、一旦ちょっと宿で休んで。あ、お姉さん、降りとる。雨が止むのを待とうか。うわ、超びしょびしょやけど大丈夫？どうもー。雨の中お疲れ様でした。トンプーテへようこそおいでくださいました。ね、じゃあ、普通のベッドでいいよ、もう。かしこまりました。普通のベッドの部屋、一泊一名様ですね。なんで笑われたの、今。お目覚めはいつ頃希望でしょうか？朝でいいよ。かしこまりました。お時間までごゆっくりおくつろぎくださいませ。おはようございます。あ、先に言ってしまった。よく眠れましたか？またのお越しを心よりお待ちしております。うっふふやって。よし。え、雨降ってますけど。やめよ、おい、やめよ、おい。ちょっと待ってね、頑張った。ちゃんと捕まえるからね、私。この風で雨雲が早く通り過ぎてくれるんじゃないかな。ほら、風が強くなったらやっぱちゃんと雲の流れも早くなっている。まあ多分そのうちやむだろう。ほら、多分あっちの方虹かかりそうな雰囲気出てない？多分もうちょっとしたらやむね。ということで、ちょっと、リンゴをいただこうか。へいへい。何やってんの、この人。ああ、旅の人かい？なんもない村だけど、ゆっくりしてけよ。何もない。ああ、なんもないは言い過ぎたか。他の町にはね、染物屋はあるし。北には名峰、ラネール山もあるしな。ごめん、暗くてよく見えないや。ラネール山といえば、
ハイラル城のお姫様が禊に使っていたという知恵の泉が山のどっかにあるらしい。お姫様自らわざわざ向くほどの泉だ。きっと王妃が残したお宝が眠ってるはず、と俺なんかは思ってしまうわけだ。ただしラネールさんは氷に包まれた秘境だ。お宝までたどり着けるものは少ないだろうな。なるほど。ま、時間があるならいろいろ見ていけばいいよ。何あれ、買って買って買ってじゃない、なんかバッタとカエルが混じった、ね、うわ、カエルとビュール、カエル、マジか、捕まえたい。もしやあれ、雨の日めっちゃおるんやけど、なんか、へいへい、カエルよ。ゴーゴーガエル、水辺を素早く跳ね回るカエル。その肉には俊敏性を増す物質が含まれており、魔物の素材と煮込むと移動速度を上げる薬になる。イエーイ、鎧鯉。ハイラルボスじゃない。硬い鎧のような鱗を持った古代魚。料理に使うと鱗に蓄えられた成分で骨が強くなり防御力が増す。ほう。これは？これも？鎧鯉。カエル。よし、捕まえた。カエルはあれよね。なんかあの、鶏肉に似た味がするって聞くよ。食べたことないけど。カエル食べたことないけど。以上かな。あれ、もっとカエルいっぱいおらんかった？あっこにも鎧台が。あれか、カエルちょっといろんなところに逃げ散らばって逃げてしまったかな。くそー、こっち側とかには何もおらん？あ、でも新しいものを発見したらなんか嬉しいね。なんかさ、ちっこい魚みたいないっぱい泳ぎおるみたいやけど、あれはさすがに捕まえれんか。こっちの方とかにもおりそうやけど、おらんのかね。何もおらんね。あー、特になんもないね。普通に水だ。よいしょ。これは？この辺のなんか蝶々みたいなのは捕まえれんの。さすがにそれまでは捕まえれんか。お、鳥の鳴き声が聞こえてきた。多分雨晴れるよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。